それでは2016年関東リスナーの集いを先週に続きましてお聞きいただきましょう。インタビューしてくださるのは埼玉県三郷市の湯浅和彦さんです。はい、それではですね、お住まいと お名前を話していただいて、今年1年のなんかトピックスとかですね、どういうふうにお過ごしになったかとか、そういったことをお話しいただければありがたいんですけども、よろしくお願いします。群馬県高崎市から参りました関山と申します。昨年初めてこちらに寄せていただいて、まあ、いろいろと尾崎先生はじめ先輩方とお会いできて、いろいろなありがたいお話をお伺いして感銘を受けまして、今年も参加させていただきました。個人的には、まあ、今年は結構充実した、まあ、BCL ライフっていうか、感じでして、去年もちょっと宣伝させてもらったんですけど、まあ、BCL の仲間と作ったこういった本がございまして、まあ、プロパゲーションっていう、まあ、ご存知かもしれませんけども、これ今年も出まして、これに、まあ、一部、書かせてもらって、まあ、これネットでダウンロード、無料でダウンロードできますので、プロパゲーションで検索してもらうと出てくると思います。で、あとはまあ去年もまた宣伝させてもらったんですけど、まあ個人的に BCL のブログをやってまして、まあ、BCL は趣味の王様っていうタイトルのブログで、これもまあ検索すれば出てくると思います。今年はまあちょっと上乗りしてブログの1年間の記事を、まあ、まとめて本にしたっていう、これも、今後、ちょっと無料でダウンロードできるようにしたいと思って、今日は紙に印刷したものを持ってきましたんで、まあ、尾崎先生にプレゼントしようかなと思っております。それからあと、まあ、さらに今年は悪乗りしてしまいまして、秋葉原で2ヶ月に一遍 BCL のミーティングっていうのを始めまして、で昨日ちょうど3回目の、ミーティングがございまして、まあこちらのこういった大人数に比べると、まあ、ささやかな人数、まあ、8名なんですけど集まりまして、その後、夜は居酒屋さんで2次会ということで、ちょっと飲みすぎて今日二日酔い日々なんですけど、そういった、ミーティング、まあ秋葉原 BCL の集いっていう名前でやってます。これもまあ検索してもらうと出てくるかなと思いますけど、さらに悪乗りしてクラブも作ってしまいまして、まあ、秋葉原 BCL クラブというのを作って、まあ、今会員数として50人ぐらいいるんですけど、まあ、こんな会員証も作り、まあ、立派かどうかわからないですけど会員証も作りましたんで、で、まあ、会費無料で、年会費も入会金もなしで、誰でも入会して、歓迎いたしますんで、秋葉原 BCL クラブという、ので検索してもらうと、出てくると思います。そんな感じでちょっと今年はいろいろに、まあ、主にネットを使った BCL の、まあ、普及活動までいかないと思いますけど、少しでも、この趣味が盛り上がればいいなと思って、いろいろと、まあ、自分なりに、できることをやっております。ラジオを聞く方も、まあ、最近は、特に中波 DX、 海外の中波局を聞いたりとか、まあ、そういった方向で、少し楽しんでおります。まあ、ラジオを聞ける時間がなかなか限られてますんで、まあ、そういう少ない、限られた時間の中で、まあ、最大限に楽しんでいこうかなと、そんな風に思っております。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。クラブはどんな感じで、どうやって申し込めば入れるんですか？秋葉原 DCL クラブで検索してもらうと、そこで、入会の、フォーム、が出てくると思いますんで、まあ、住所とお名前とそれから生年月日と、まあ それだけ教えていただければ、会員証を郵送いたします。会費が無料ということでね。無料です。そこを強調して、BCL のね、いろんなクラブがね、どんどん増えていけばね、また盛り上がると思いますんで、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。中波の放送なんかを聞かれてるっていうことなんですけど、どちら方面がよく入るんですか？今の時期ちょうど、まあ、秋から、冬にかけて中波、海外の中波が、よく入ってくるようなそういったコンディションですから、例えば北米アメリカの中波局とか、それからあとは、アジアから、まあ、ヨーロッパも一部、東の方とか東ヨーロッパの方とかも入りますし、あと今年は、一番、まあ、嬉しかったのはアフリカの中波っていうのが、聞こえまして、それが非常に印象に残ってます。なんか特別な中波っていうとね、 AM ラジオですから結構ね、世の中に簡単に変えるラジオですけども、なんかその北米の放送局聞くテクニックっていうのはなんか必要なんですか？やっぱり電波が届く時間帯っていうのが大体決まってまして、まあ、夕方の時間と、それからあとは、夜、10時11時ぐらいの時間と、2回チャンスがあって、まあ、そういった時間を狙って、聞いてみるといいかなと思ってます。はい、季節だとかそういう時間に影響するということですね。はい、ぜひ皆さんも狙ってみてはいかがでしょうか。はい。